皆さん、こんにちは。淡井圭介です。本日2024年、3月4日、17時、今日月曜日、もう今日も睡眠不足で、もう頭の中もう回んないですね。春山整骨院のに来てる者たちのその車のドアの音を含めてね、まあいろいろ撮影していて、あとそのバラエティ番組とかを見たら車が集まってきたりとかね、まあそういうふうな、それね、見てから車ですごく早かったんですよね。で、2分ぐらい。だからこの辺りに多分潜んでる連中がものすごくたくさん存在するんだと思う。だからまあその辺のところの動画は、まあ別の欄、まあホームページは淡井圭介の歴の一番からアクセスできるようにしておきたいんですけども、まあもうアップロードいっぱいしてる。もう短い動画で、まあ一個一個もうそのままアップロードしてるんですけども、もう2日で10ぐらい、もうアクセスするところまでもうしんどくてたどり着けなかったり、もう布団の中でこうもう一回布団を引き直して、まあ一回家の中を掃除した後もう倒れ込んでるっていうような状態ですね。でその中春山整骨院のやつの話し声とか聞かされているっていう状態で、ちょっとまあ話がだいぶ最初それましたけども、昨日その今日が睡眠不足っていうところでね、まあ昨日NHK のスポーツ番組、まあサッカーの元日本代表の中澤さんだとかが、出ている番組ですね。で中澤さんもなでしこジャパンの試合の時のことを、まあ、ちょっと解説したりしてたんですけども、現場へ行って、リポート等もあると思うんですけども、1点、後半31分に入れられてるんですけども、最終的には2-1で勝ってるんですけども、多分シャワー浴びる前だったと思うんですね。で、その前に、こう寝転んでいて、こう頭をこういう風にして寝転んでいて、買い物行って帰ってきたのが20時過ぎで、で、まあ、この辺り、こう起き上がろうとした時に、ここをあんまりひねってないんですよ。ひねってないんですけども、ひねったということにして起きたいような形で、ここに、ものすごく通常ありえない、筋肉のねじれというか、肉離れに近いような、ねじれるような変な感覚で、ものすごい痛いです。で、まあそういったもののことを伝えたときに、俺もそれ良くなるって言ってたんですよ。良くなるっていうのは多分ただなるっていう意味だと思うんですけども、そのスポーツの勝ち負けのところで、多分もう、まあ中澤さんも睡眠不足になってるでしょう。で、まあ、そういう中で、まあ、スポーツ関係から降りたい、格闘技関係の勝ち負けから降りたい、っていうことを言ってるんです。そして、それを言った時は体軽くなって、ただスポーツ番組を見た時に、ついつい、まあまあ、それまでの事情とかを知ってしまっていた場合、まあ、助けてあげたくなる。例えば、昨日のケースだと、まあ、佐々木朗希投手、まあ、彼もベンチに戻ってから、こう、グローブで、こう口元隠しながら、監督さんですかね、僕が頭の中貸してきたっていう、それまで1点取られて満塁になってたでしょ。で、かわいそうかなと思って頭の中貸して、で、すぐにダブルプレー取れたでしょ。それが僕の真髄というか、真骨頂というか、ピッチャーライナー、やや高め、ちょっと手を伸ばしたら届くっていう取りやすい位置、危険ではないピッチャーライナー。で、ファーストに送球、すごくすることがいいし。それは、なぜ、佐々木朗希投手を、ピンチの境地の時に助けてあげたいなっていう気持ちになったかっていうと、それはやっぱり、東日本大震災の時に親父さんを亡くしてる。っていうところなんですね。で、昨日の番組、最後に見たのが、その報道番組で、向こうも栗林っていう日本元代表のバレーボールの女子、日本、女子じゃないかな、日本代表の
女性選手、栗林さんかな、栗原さんかな、ちょっと名前はっきり覚えてないんですけども、女性の方で、会うとか言ってるんですけども、だからそれされても、僕に電話をかけて、ちゃんと話し合いをするとか、そういうことだったらいいんですけども、その会うっていうことをばっかりにそのこだわってるっていう部分で、話し合いに結局たどり着いてない、横とか通り過ぎた、それで OK だったっていう、その甘い考え方、それはただ単に僕はスポーツの勝ち負けとかで、対応してただけであって、それはもう僕は対応しなくなって、もうそれで、もう多分終わりだと思いますよ、どう考えても。で、もう今も頭なんか取られていて、で、それは対応しようとしてるんじゃなくて、もう頭なんか取るのやめてと。で、しんどさとかも追いつけられても困るし、睡眠不足にさせられても困る。やっぱりこれなんですよ、基本は。で、だからその頭なんかおかしい、場面場面でどうしてもやっぱりそう思って、その一時的な部分だけにとどめてもらわなかったら、その次の日までその睡眠不足にさされたりとか、その電波での、音とかの攻撃とかも、機能自体が多かったですね。で、もう呆れるほど。まあちょっと僕の方でもまあその辺のところ、まあ、だいぶ困ってるっていう部分ですね。ちょっとアップにしますけども、ガサガサでしょ。近づいてもらったら分かると思うんですけども、これ遠目で撮影してるから、その肉体的な疲労感が分かりにくくなってるだけで、本当はもう倒れ込んでますね、家の中で。もうそういう中で証拠の映像を抑えて動画にアップロードしてっていう、詳細説明のところとか、まあちょっと前にアクセス1番から確かできるようにしてたとは思うんですけども、まあ何分ぐらいに、笑い声、まあ1分間ぐらい、僕の件のことで、ね、笑ってる音声、集音してるんですけども、その結婚話云々とかも、これ大変非常に自分がもし同じ目にあったらどういう心境になるだろうかっていうことを真面目に考えてみたらわかる。全員、本当に、しっかり文章読んで。目の前に人参ぶら下げられて、そのまま本当のことが何にもわからないまま、デートらしいデートもなく、自宅へ行ったこともない。で、電話番号も一時的には何名かは知ってたんですけども、その電話も、かかってきた時に、不可解な対応であったと。話の途中で別の人間が出てきたりするんですよ。最初から仲間集めていて電話かけてくる。もうその時点でどうかしてると思うんですよ。潔さがない。もう前からそうなんですよ。僕は二十歳ぐらいの頃から。出生地とか、を偽り始めたりとかすると、もう後々、そこですぐに引き返せばいいんでしょうけども、嘘をそのまま積み重ねていかれると、特に報道関係とかはそうですけども、もう何が本当のことかわからない、本当に。もう手に負えない、この社会、本当に。これで、まあ、佐々木朗希選手など、ロッテの人たちなどが引いてくれてると思いますけども、まあ、政治倫理審査委員会とか見ていても、全然はっきりした内容とか出てこないでしょう。で、多分あれ、何らかの形で、その政党交付金でね、こういうふうな建物を建設させられたとか、その責任はあなたたちのせいだっていうことで、国庫にお金を返納しなさいみたいな形で、その破産した人たちの分の、その赤字を。だからそういったものまで、その政党交付金の、その収支報告書のところで、その何に使ったかのところを、書いてなかったりだとか、書いたら書いたで、その後どういうふうな話になるのかわからないとか、こんな例がある、あんな例があるとかで、もう向こうの向こうの、もう上の方は上の方でがんじがらめ、ずっと。で、その新再生可能エネルギー、肝心要の分野、エネルギーの残存量、もう全然解決できる気にならない、何もスタートしないまま、もうこのままだったら最悪終わる、本当に。だからプロ野球界とかも、普通に淡井圭介に電話かけれるようになってください。それが大人のすることだから。で、それは一選手とかに任せるんじゃなくて、選手会会長だとか、
監督とか、そういった方、いつも呼びかけて、多分電話かけてくれた人は電話かけてくれたと思うんですよ。だけどその時、正直これも言います。もう対象者多すぎて、今現在阪神タイガースの監督は岡田さんっていうことぐらいしかわからないんです。本当に。ずっと覚えておくっていうことが、これ無理なんです、本当に。基本的に、まあ、去年だった阪神、本当はヴィッセル神戸の去年、日本一になってますけども、シーズン。勝ち負けずっと取り組んでましたよ。けど、テレビの放送がない中で、阪神タイガースの試合の勝ち負け取り組みながら、ヴィッセル神戸の試合の勝ち負け同時に取り組んでいましたから、その中で、優勝したんですけども、テレビ見てないから、監督とか、選手、レギュラーの選手、わかんない、全然。覚えてないから、本当に。テレビ見なかったら無理。そもそも名前が出てるところとか見て、本当に、普通に考えたらわかること。もうこれは世の中の現実と、実態、各大臣だって全員僕の名前言えないし、はっきり言って、総理ぐらい。本当、本当。もうすぐ各大臣、コロ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 変わるから、もう分かんなくなる、すぐに。そもそも国会見たら分かると思いますけども、あんな何百人も集まってね、任期終えるまでに全員の名前覚えてると思います。覚えれると思います。もうこれ、しっかりと恥ずかしがらずにね、本音で言ってくれる人はちゃんと言ってくるんですけども、いや、本当は僕も全員名前覚えてない。もうやっぱり自分の身近に関わりのある、人たちの範囲になるって。で、自民党だけでも地方にも自民党の党とかあって、もうそことかも顔を出し始めたらって、もう人数とんでもないことになるからって。もうこれが世の中の実態。もう回んない。世の中全然回る気がしない。普通にまず電話かけれるようになりましょう、皆さん。本当に。裁判所等のこうの、そんな話ないですよ。拘禁念で粟井圭介が訴えられた件ありますかって聞きに行ったけども、なかったんですから。とにかく各自自分で、ちゃんと責任を持って、まず僕に電話かけてください。まあ、ロッテの皆さんにそれをお伝えしてもどうかなとも思うんですけども、ただ、佐々木朗希という名前だったらわかる。で、声までは正直覚えてない。喋ってるところのシーンってテレビで流れるの、しかもニュースだけに限定すると、ほとんど短いから無理、本当に。しょっちゅうこう YouTube とかで動画とかを再生して、しかも喋ってるところ、基本的にスポーツ選手は喋ってるシーンほとんどないから、どのスポーツも。やっぱりサッカー選手だったら、プレーしてる時で声出してるシーン、声を聞こえてくるシーンなんかまずないでしょ。インタビューとかのシーンをたくさん見る人だったら、声とか覚えていられるかもしれないけども、それもずっとは無理。世代交代とかあるから。みんなそう、本当は。もういろんなところで限界感じてますね。だから、そのワールドベースボールクラシックで、佐々木朗希、彼が泣いていたところが、僕の頭にどうしても残って、ちょっとまたここ痛くなって、もう本当勘弁してほしい。本当。慣れないか、普通こんなこと絶対に。筋肉のこの辺り。サッカーの時は、ここ全体的に。で、やっぱり阪神・淡路大震災の被災者だったし、で、彼の場合は父親まで亡くしてるっていうことで、まあ、とにもかくにも今僕は、スポーツの勝ち負け、格闘技の勝ち負け、降りてる状態です。それぐらい、世界のルールは法律です。本人の任意性です。以上です。皆さん、ご協力、ご対応のほどよろしくお願いいたします。